よく来たな。どうも、オレちゃんです。はい、ブルオーです。二人合わせて、オレちゃんズです。はい、というわけで今日は、なんとみんなに超人気のあの、ミルコさん。わ、やった、キリコさん来た。なぜ今回見るかというと、なんと今回、ついに、クリスマスシェイクを飲むみたいです。え、まずいんじゃない?ちょっとまずい気がするけど、どうなるんだろうね。さあ、というわけで今回はね、そのグリマスシェイクの他にもスピーカーマンとかね、食べていくみたいだから、みんなと一緒に見てね、楽しんでいきたいと思います。やったー。そしてつりこさんのチャンネルリンク概要欄に貼っとくので、フルで見たい人はぜひそちらから行ってみてください。はい、見てみてください。さあ、早速見ていくけど、俺たちのリアクション動画が好きな人はみんな高評価、チャンネル登録絶対によろしくお願いします。はい、絶対にお願いします。さあ、今回もね、レッドが乗ってるよ、超かわいい。さあ、来た、音楽。あ、踊ってる。なに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 、激しい。面白いダンスだね。え、どうやるの。こうかな。こうやったらいいのかな。わ、本当に踊ってるみたい。え、あ、これサイエンティスト、スキビリトイレだよね。パラサイトトイレも持ってる。さあ、人を操ることができるこのパラサイトトイレ。え、あ、もしかしてここは叩かれた。あ、ハエみたいに叩いた。なんで、何があった。叩いたらなぜか痺れたね。あ、何か撃ったのか。あ、なるほど、あれはおとりだったのか。もう一匹のね、パラサテトイレが乗っ取ってしまいました。あ、まあ、まずいんじゃない、スピーカーマン。あ、なにこれ、ビビ弾じゃない。ビビ弾にしてはでかいな。あ、なんだ、バトルだ急に。さあ、というわけで、スピーカーマンとバトルね。わ、これちょっと大きくない。多分大きいからタイタン系じゃない。さあ、スピーカーマンの中にもいろいろ種類があるからね。あ、待て、ピンチじゃん、負けそう。わ、パラサイト来た、ピンチだ。あ、スタンガン来た。あ、それで戦うんだ。おお、あ、なに、あ、これなんか見たことあるね、このでっかい乗り物。おお、すごい。わ、あれいいな、あれ乗ってみたいね。レーザービーム、あ、倒した、出てきた出てきた、ほら。さあ、とりあえず勝つことができました。あ、治った。さあ、またこれお菓子関係あるのかな、なんかおやつができるのかな。あ、それをご褒美にくれるんだ。食べた、え、食べれるの。あ、美味しいんだ。花火が出るぐらい美味しいんだ。確かにあんまり花火出たことないかも。それぐらい美味しいってことか。うん、いいな。さあ、みんな予想しよう、これ何か。え、なんだろう。お、キャンディじゃない。キャンディ、そんな簡単かな。なんだろうなんだろう、なんかポコポコ出てるよ。あ、なになになに、とりあえずできるまで待つか。何かちょっと読めないけど、あ、ちょっと早いね。スピーカーマンなんとかって書いてるけど、あー、待って、不良、これ正解だ。え、マジ、どういうこと。お、出荷された。スピーカーマンボンボンキャンディ、聞いたみんな、今スピーカーマンボムボムキャンディだって。うわ、それは美味しそう、食べてみたい。あ、なに、あ、砂糖がついてた。いや、スキビリが食べるの。なに、ダンスバトル始まった。おーや、出た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 。お、楽しそう、こいじゃない。おい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 、わ、かっこよ。おー、かっこよかったな、バッチリ決まった。おお、かっこよく決まった方が勝った。お、勝ったらもらえるんだ。あ、勝利に勝てばもらえるんだね。何してるんだ。あ、最近流行ってるのかな、このダンスのやつ。お、確かにみんな乗ってるよね、この動画多いもん。おい、倒れた。え、倒れちゃった。まあまあ、とりあえず良かったのかな。あ、もらえるんだ、ちゃんともらってるじゃん。あ、でも食べ過ぎた。え、なになになに、は、食べ過ぎないでください。待て、食べると燃えちゃうってことかな。なんか絵が描いてるね。本当だ。え、隠れてるね、みんな。あー、焦げてる。あ、かわいそう。今回盗まずに食べたのにね。さあ、値段。あ、4.20ドル。4.20ドルは現在582円。高っ。めちゃくちゃ高いな。
それでもちょっと食べてみたい。さあ、高く感じるね。さあ、は、かわいいね。あー、来ちゃった。なんで？何があった？あ、そんな、盗まれてる。盗まれたの？かわいそうだね、ちょっと。え、誰か助けてあげてよ。あ、テレビマンだ。強いんじゃない？お？あ、見るだけで。あ、やっぱテレビマンを見ると何かおかしなことが起こるのかな？なんか、どういう能力なんだ？あ、でも爆発した。わあ、強すぎる。やっぱ顔かわいいんだね。さあ、というわけで、テレビマンの謎は深まるばかりだけど、さらに気になる、デリシャスエンジェルスキビティトイレットを見ていきたいと思います。なぜ天使なんだろう。さあ、というわけで今回もみんな予想してね。あ、なんだろうね、天使だから。え、スキビリエンジェルたちがなんか、教会でお祈りしてる。あ、なんか怒ったよ。またテレビマンが睨んだよ。何何何に流した。なんか、神父さんみたいな人流したね。お、強いね、テレビマン。心強いな。さあ、なんだ？あ、テレビマンを見てるね、あの、スキビディエンジェルが。あ、はい。うんち？これは、うんだ。え、なんで急に？どういうこと？これでうんちじゃない。ゴールデン、なんでゴールデンなんだ？あ、復活した。そんな、どうしたのに。なんか、見てるぞ、余裕こいてるけどね。大丈夫？お、やばい、天使モードだ。え、なんか飛ばしてきた。あ、この天の輪っかが、カッターみたいになってるの。うわ、すごい、予想なんか浮いてる。お、またテレビ攻撃。え、効かないの？いや、待って。あの強いテレビマンが焦ってるよ。わ、ほんとだ、かわいそう。ちょっとこれは、ピンチなんじゃないか。お、助けに行くみたいだ。バトル始まった。さあ、来たよ。戦えるのこれ。あ、でもダメージ受けてるよ。さあ、金の5出してるな。あの、効かないのこれ。なんで？もっと他のものあったでしょ。まあでもトイレだからか。あ、なるほどね。さあ、というわけで、全然減らないね。まだ半分も減ってないよ。お、隣に来た。あ、待って。なになに？あ、やばい。あ、でも倒せるんだ。おー、なに？その顔なに？復活する？復活はしないか。さあ、同じバトルが続きます。さあ、残りね。あと半分切ってるよ。あ、倒しきるんじゃないこれ。あ、ほんとだ。いやで倒せそう。危ない危ない。あ、ナイスナイス。いや、ギリギリ倒せなかったよ。ギリギリ残ってるね。あ、なにこれ、回復するトイレ来たよ。回復するトイレじゃない、回復するうんちか。はあ、全開した。せっかく戦ったのに。いや、これはピンチだね。あ、なんだ、テレビマンがやってくれるのか。あ、うわ、強っ。おお、テレビマンが味方してくれた。意外と強いね。あ、ジェネティーだ。あー、すごいすごい。いや、一発早。さあ、というわけで、倒したけど、あ、こっから作るのか。あ、なるほど。あ、でも美味しいんだね。天の輪っか食べたよ。かわいい。わははーって言ったよ。さあ、どういう風に調理するんだろう。あ、ポケモンにしちゃった、また。トイレゲットだぜ。なんだ、あ、またテレビマンが一役買ってくれるのか。あ、操った。おー、なんか、輪っかをいっぱい乗せ始めたよ。うわ、すごい、パイナップルみたい。パイナップルの缶詰じゃない。パイナップルの缶詰、飴なんじゃない。わかった、パン飴か。海外にあるかわかんないけど。どう、光ってるもんね。え、なにこれ、コーティングした、砂糖をコーティングしたのかな。あ、待って、わかったかも。ちょっともう後出し感あるけど、これドーナツじゃない。あ、ほんとだ、これは美味しそう。パイン網かと思ったけど、ちょっと大きいもんね。スキビディホーリーモーリードーナッツ。スキビディホーリーモーリードーナッツ。あ、美味しそう。何これ、ミスタードーナツで売ってないかな。あ、売ってそう。うわ、食べてる、美味しそう。ドーナツショップで売られてるんだ。あ、テレビマン食べたよ。あ、食べれるの。確かにね、口あるけど画面に入れてるのかな。あ、食べさせた、共食いだ。あ、食べたいの。
あ、なんか犬みたいになってる。本当だ。さあ、もう手なつけてる。もうこれはテレビマンの勝ちだね。いや、またチカが来た。あ、なんだ。あ、残り1個だ。どうするんだ。仲良くできるのか。お、仲良くは見た方がいいよ。あ、喧嘩している。さあ、どっちが勝つのか。見鳴らした。ずる。鳴らせば勝てるもんね。さあ、いや、食べてんの。あ、テレビマン食べてる。あ、本当だ。今回も残念だったね。あ、なんかバト出したよ。あ、テレビを叩くんじゃない。あー、なるほどね。さあ、値段だな。6.30ドル。でもね、これ6個入ってたから。ちなみに 6.30 ドルは873円。それって高いんじゃない。でも6個入ってたから、これの割る6だ。873円割る6は1個あたり145円だ。意外と安いかも。さあ、どうなるんだ。あ、買ってる、カメラマン。あ、カメラマンも買うんだ。大人気だね。食べれるんだね、機械なのにね。あ、はい、終わった。さあ、というわけでついにグリマスシェイクがやってきました。わあ、楽しみ。これを待ったんだよね。ほんならどうなるか、めちゃくちゃ気になる。さあ、これは気になります。みんなどうなるか予想してね。さあ、というわけでグリマスシェイク来るかな。さあ、テレビマンが、あ、マクドナルドのソフトクリーム出してるよ。ほんとだ、食べたい。さあ、あ、え、あ、そういう能力、なんかドラえもんみたい。なんか思い出したものを出せるのかな。本当だ、四次元ポケットだ。四次元ポケットではないけど。え、何がありました。グリマスシェイク鼻から出てる。本当だ。あ、何、なんか出したね。何これ、メガネか。あ、本当だ。なんか意味あるのかな。あ、メガネかけてるとこのテレビマンのライトが効かないんじゃない。うわ、なんか流したけど。あ、グリマスだ。え、スキビディグリマス、なんか何が対してんの。え、あ、そういう感じなんだ。ドロドロにやってるんだ。あ、なるほどね。そういう生き物か。そういう生き物だったっけ。あ、なんだ、電池なくなったのか。あ、充電式なんだね。バッテリーが入ってるのかな。あ、すごい、充電してる。おお、すごい、電気自動車みたい。あ、なんだ、え、グリマスシェイク充電するところに差し込んだけど、これはちょっと故障しちゃうんじゃない。え、まずいんじゃない。飲んでることになるの。いや、待って、グリマスシェイクチャージされてる。あ、どうなるんだ。グリマスシェイク映ったね。仲良しじゃないんだよな。完全に悪者だけど。でも壊れてないからセーフか。え、セーフかな。あー、すごい、出した。あ、僕は好き、グリマスシェイクって言ってるね。自分で好きなんだ。なになに、パーポーパーポークリマスシェイク。何それ。パープル、パープルって意味かな。お、なんか飲むみたいだよ。お、自分で飲んだ、美味しそう。え、え、いやいや、怖い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 。なになに、君も欲しいって聞いてるよ。あ、すぐに欲しい、飲みたいです。ダメだってダメだって、こんな感じになっちゃうよ。うわわ、怖っ。なんだ、あ、すごいすごい、テレビから出るんだ。すごい。え、素晴らしいシェイクができましたって言ってるね。あ、何これは、工場の作業員かな、スキビディは。あ、あ、作業員に飲ました。うわ、死んだ、鼻から出てる。ちょっとこれは飲みたくないかも。さあ、どうなるんだ。 It's so delicious. これは超うまいって言ってるよ。本当に。え、なんか危険な飲み物だ、やっぱり。ああ、なんだ。あ、テレビマンも操られてるし、スキビディもそのテレビマンに操られてる。たくさんの人が愛してるグリマスシェイクだって。本当に。こんな口から吐き出るさ、グリマスシェイク、誰も愛してくれないんじゃない。あ、買うんだ。え、今日は無料だよ、だって。誕生日だからかな。うわ、いいな。え、でも無料でも飲んだらちょっとまずいんじゃない。そうだよね、鼻からつるっときたよ。あーあーあああ、うわ、手が気になる。あ、フリーになってる。誕生日だからだ。メイドバイテレビマンって書いてる。テレビマンが作りましたってことだね。おお、すごいね。CM で無料ってやってるんだ。そりゃみんな行くよね。無料だもん。あ、なんか出した。お、あ、なんか吸い出したよ。あ、すごい、シェイクを吸い出したんだ。
あ、正気を取り戻した。あ、なんだ、逃げたぞ。あ、助けてあげたのか。あ、テレビマン助けてあげたのか。すごいな。ミルクシェイク出た。あ、本当だ、うちのシェイクじゃん。え、なんだ、結んだよ。その間になんだ、何が起こってる。あ、もしかして、あ、あ、吐いてる。うわ、めちゃくちゃ悪い顔だ。どんだけ悪いやつなの。これはもうまずいんじゃない。この男の子なら生き残れるはずだ。え、生き残る前に終わっちゃった。はい、というわけで見てきたんだけどどうだった。はい、というわけで今回もね、リアクション動画面白かったと思ったら、みんな高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、絶対によろしくお願いします。またね、面白い動画見つけたらリアクションしてから絶対にまた見に来てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー。またの。今日の動画最後まで見てくれてありがとう。あの男の子がどうなるのか早く続きが見たいね。もう続きが気になって夜しか眠れません。それなんかしっかり寝てない。もう夜なら寝れるよ。いや、それ普通だ。うわ、ダボー。おお、無限にできる。汚い汚い。